アブメナはアレクサンドリアの南西4 5トルに位置する古代エジプトにおけるキリスト教巡礼の中心的存在だった都市の遺跡。1979年にユネスコの世界遺産に登録された。その遺構はほとんど残っていないが、バシリカのような大建築物の土台は今でもはっきりと識別できる。アレクサンドリアのメナスは3世紀後半もしくは4世紀。 初頭に殉教した。その後形成された彼の埋葬壇にはいくつかの編集があるが、その骨子は以下のようなものである。アレキサンドリアから彼の亡骸がラクダに乗せて運ばれ、レーク・マリーウトを越えて砂漠を渡った時にラクダが足を止めた。押せども引けどもラクダはそれ以上歩こうとしなかったので、これは真意であると受け止められて、彼の遺体はその場に葬られた。 物語のほとんどのバージョンでは、彼の墓の位置は、地元の羊飼いによる奇跡的な発見まで忘れられていたとする。それによれば、羊飼いは、メナスの墓所で、羊の病気が癒えるところに居合わせたのだという。羊飼いが経験した、治癒の力の話は芝叩く間に広がった。エチオピアの聖人略伝集は、コンスタンティヌス一世が病気の娘を、羊飼いの下に送り、 娘が介入した結果、この地で、キリスト教に改修したと伝えている。もちろん、この話は実証されたものではなく、コンスタンティヌス一世の代わりに5世紀の東、ローマ皇帝ゼノンを主役にした遺伝もある。もっとも、そちらの説は、考古学者たちの研究では、アブメナの建築物群の最初のものは4世紀半ばと位置づけられているので、年代的に祖語をきたしている。 歴史的には、この地は4世紀後半までに、地位をはじめとする奇跡を求めるキリスト教徒たちにとって重要な巡礼地となっていた。アルカディウスの地勢には、地元の大司教は小さな教会に大勢の巡礼者たちが押し寄せてくるのを目撃し、東ローマ皇帝に対し、キリスト教の三大拡張期の最初のものが起こっている様子を書き送った。古代が終わるまでに、アブメナは、 エジプトにおける中心的巡礼地となっていた。しかし、7世紀半ばにイスラム教徒たちに征服され、アブメナは破壊された。1905年から1907年に最初の発掘が行われた。この結果、バシリカや、おそらく聖遺物が収められていたと思われる、付属教会、そして古代ローマ式の浴場跡などが発掘された。後に、 ドイツ考古学研究所が行った長期の発掘作業も1998年には終了した。その直近の発掘の結果、きちんと男性胸と女性、子供胸に分かれている貧しい巡礼者を収容していた量が見つかった。また、構造上明らかになったこともあり、バッシリカの南で見つかった建造物群は修道院長の住居と推測されているほか、 巡礼者を迎えていた区画は、元は墓地だったらしいことなどが推測されている。また、本来の教会の一席に付属している、洗礼書は3段階に発展したらしいことなども明らかになっている。さらに、6世紀から7世紀頃の地下貯蔵庫も含む、ワイン醸造の設備類も発掘されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 周辺地域の農業の影響で地下水位が上昇しており遺跡の大半が崩落などの危機に直面している。このため2001年に危機遺産リストに登録された。タルボット、アリス、メアリー、ピルグリメージツーヒーリングシュレインズ、ザエビデンス・オブ・ミラクル・アカウンツ、ダンバートン・ウォークス・ペーパーズ56、ピアニッシモ、153から173、アームストロング、 グレゴリー・ T ・コンスタンティーヌ・ S ・チャーチズ。ヘスタ・ロク・ピアニッシモ、も1から9バグネル、ロジャー・エス、アーキアロジェクル・ワーク・オン・ヘレニスティック・アンドロマン・エジプト、1995-2000。アメリカン・ジャーナル・オブ・アーキオロジー105・ピアニッシュも227から243・ワイツマン・カート・ザ・レート・ロマン・ワールド。ザ・メトロポリタン・ミュージアム・オブ・アート・ブレティン35 ピアニッシモ2から96、ウィルバー、ドナルド・エヌ、ザ・キャプテック・フレスコス・オブ・セイン・トメイニス・アット・メディネット・ハブ、ザ・アート・ブレティン22、ピアニッシモ86から103。ありがとうございます。